西田陽子は沖縄県出身の元バスケットボール選手である。旧姓、安谷や OSG フェニックスでプレーした兄健太と共に沖縄バスケ界のパイオニアと呼ばれた。母校の愛知学泉大学では家庭科教員免許を取得したが、愛知教育大学で保健体育科の免許も取得。2013年に地元沖縄に戻り、現在は県立首里東高等学校の保健体育科教員。室川小学校でバスケを始め、秋田中学校では1994年に沖縄女子初のジュニアオールスター優勝。北中城高校でインターハイベスト8に貢献し、ジュニア日本代表主将も務めた。愛知学泉大学でも黄金時代を支え、2001年には国体準優勝を経験。インカレでは関東賞を受賞した。卒業後、三菱電機に入社。1年目から主力として定着。2006年に W1 降格となるも入れ替え戦進出に貢献。2007年引退。地元に戻り、嘉手納高校の教員を務めていたが、2008年にアシスタントコーチとして三菱に復帰。2011年退任。2010年結婚により、西田姓となる。2013年、県立高校の保健体育科教員として地元に戻り現在に至る。安谷陽子に関するカテゴリー。ありがとうございます。